クロンガーとのタイトルマッチを制し初防衛に成功したチャンピオンラブショック。俺が面白いと思う刺激的な戦いを続ける、そう宣言して独自の道を歩むラブショックが次に指名したチャレンジャーの名前とは。まさに悪のインサイドワーク。ラブショック、これに気づいているか。金具がむき出しになっている。魔王が首根っこをつかむ。顔面を打ちつけていく。ラブショックの顔面が金具にまともにぶつかっていった。引き起こして、そして逆水平キックの連打。めった打ちにしていく魔王。剣山とストロボルト二人がかりでラブショックを袋叩きにしている。魔王軍団、おっと、これは名称不明だ。名称不明がラブショックの救出に入ってきた。しかし魔王に蹴散らされてしまう。名称不明。そしてエプロンサイドにストロボルト、おっと、これは矢印がストロボルトをエプロンサイドからリング下に引きずり下ろす。ラブショックが魔王の右腕を掴んでいく。おっと、飛び乗っていった肩口。くるくる転送に回転。おっと、これは魔王の右腕を絞り上げているぞ。ラブショック、アームバーか。魔王の右腕が反っていく。苦痛に歪む魔王の顔。絞り上げていくラブショック。おっと、ここで投げで返される。ラブショックのドロップキック。魔王、これはストリートボムの体勢か。ストリートボムで持ち上げるか。魔王の巨体、背中にパンチ、闇雲に振り下ろしていく。決めるか、持ち上げる。おっと、グリップが外れた。ラリアート、ここで出たラリアート。しかし魔王にもダメージか。ラリアートを食らってラブショック大の字。ラブショックが試合のペースを握り始めている。ブレンバッサーの体勢、おっと、魔王の巨体を持ち上げていった。トップロープまで持ち上げていったぞ。そして己もトップロープへ登っていく。これはオーレからタイトルを奪取したあの技、雪崩式のストリートボムを狙っていくか。オーレに続き
魔王までも葬り去るのか。ラブショック勝負に出るか。持ち上げていく。おっとここで全体重をラブショックに浴びせかけていった魔王。これはたまりません。全体重がラブショックに襲いかかっていく。立ち上がることができないぞラブショック。ゆっくりと魔王が起き上がっていく。ラブショック絶体絶命。これもカウント2で返されていく。あっとラリアート剛腕ラリアットがここで火を吹いた。ラブショック万事休すか。ダメージが大きい。立ち上がることができるかラブショック。首根っこをつかんで引きずり起こしていく。助走なしのラリアート背中からむき出しの金具に突っ込んでいく。ダブルのダメージだ。ラブショック立っているのがやっとか。ふらついている。串刺しラリアート。ラリアートと金具のサンドイッチ。そして魔王がホールの体勢覆いかぶさっていく。ガンガン